大石実の,の健康相談今日は風症候群です風症候群は咳、鼻水、喉の痛み、発熱、全身の倦怠感、頭痛、下痢などを呈します 1>, 1人1年に6回風邪をひくと言われておりウイルスが9割以上を占めます飛沫感染で流行します普通患亡は軽症ですがインフルエンザは重症です。 38度以下で症状が軽い場合は自宅療養で良いです39度以上か症状が激しい場合は医療機関に受診した方が良いです基礎疾患のない健康成人は自宅療養で良いです 65歳以上の高齢者基礎疾患保有者妊婦は医療機関に受診した方が良いです自宅療養では安静にし外出を避けます温かくし必要なら過湿します栄養をとり 外出から帰った場合は手洗いをし症状がひどい場合は風邪薬を飲みますインフルエンザと思われる場合はアスピリンボルタレンポンタールは用いない方が良いですインフルエンザは流行性感冒とも呼ばれ インフルエンザウイルスによって起こります20分で診断できますので医療機関に行った方が良いですインフルエンザの治療は発症2日以内であればタミフルなどが有効ですインフルエンザの予防は 65歳以上の高齢者では特に推奨されており毎年冬に予防接種をした方が良いです。